こんにちは。2013年12月の臼井康弘の関連ライブについて、情報をお伝えいたします。11月は最後に1本ライブがまだあります。11月28日木曜日に名古屋 KD ハポン鶴舞にありますライブハウスで人音響プラス早川武和さんの対バンとして東海道スモックブラスのメンバーで私が参加します。早川武和さんはゲストとして参加されるんですが、日本代表するベーシストの一人でも有名なのでご存知かと思います。12月に入って4日の水曜日に名古屋市港区に夜空に星のあるようにというライブハウスがあるんですが、そちらで沖縄の高江からですね、石原武さんというギタリストがやってきます。高江音楽祭というですね、フェスティバルもやってまして、高江の基地問題にもですね、取り組んでいる方で、長尾旅人さんとか勝裕二さんとか内橋和久さんとかの共演もある方ですね。それと私が共演します。2人でやるのは初めてかもしれないですね。がっつりやるのは初めてですね。セッション系はあるんですが、翌12月11日水曜日はですね、名古屋特造で山本誠一さん、もうアンダーグラウンド界の大御所、日本を代表する方ですね、山本誠一さんと私がですね、一緒にやります。ソロ、それぞれのソロもやりつつ一緒にもやるという形で予定しております。内容は未定ですが、非常にですね、インプロ中心になるのかなという予定ですね。16日月曜日なんですけども、名古屋南野五基礎にあります佐藤正治さん、ヒカシューマサ、黒柳白柳、僕らの自然の冒険などなど、数多くのですね、バンドにも参加されて世界中でも活躍されている大ベテランのドラマーの方と、私がですね、デュオ、これは3回目ですね。それぞれの楽曲を持ち寄るのと、即興を交えて、やります。非常にですね、さすが佐藤さんはですね、何でも対応をしていただけてですね、私も非常に自由にやれる形で、楽しみにしております。17日は名古屋鶴舞 KD ハポーンにて、オービタルリンクというですね、音楽とダンスとその他パフォーマンスをですね、総動員した団体があるんですけども、インプロ団体が、そちらの DVD 発売記念ですね、5月に都の方で行った即興フェスティバルがありまして、これが非常に大好評で130人ほどの方に、ね、見ていただいたのがですね、DVD に、となりました。それの CD 発売として、やります。総勢どうでしょう、20人ぐらいで出演になるかと思います。よろしくお願いします。18日の水曜日は、また5基礎の南野でですね、ニコル・フィールドさんとジャスパー・スタードラファーさん、ロンドンの方ですね、インプロ系の方ですと、私、他でですね、ライブをやります。1500円と安くなってますので、よろしくお願いします。22日は、こちらは、名古屋の今池にあるバレンタインドライブで、オーケストラとして参加します。対バンは、ドールハウスレジデンツという、弓原コークエルさん、宮崎理恵さん、エミーさんドラムのバンドとの対バンですね。まあ、プログレっぽい感じではないかなと思います。26日は名古屋南野で松山みどりさんというですね、ボーカルの方と私がやります。ソロとデュオなんですが、松山みどりさんはですね、の主催の、まあ、シリーズ化して、まあ、即興のイベントをやっていくのですが、それの第1弾として私が共演することになりました。12月もよろしくお願いします。ありがとうございます。